うですよ、もう9月は夏思っとかんと。ここは優勝なんですか、あれは。うん、全然ただの1着です。あ、3日目に1位でしたね。そうですね、一番最後のレースを走らんとあれ、はい、優勝にならんです。あ、これはただの1着ですね。1日目、2日目だともう1着1着で、あ、それは最高ですね、そうなったら。3日目も1月も完全優勝です。そう。あ、なるほど。1日目、2日目いい結果じゃないと3日目以下にいけないんですよね。そう。足の裏とか、その押されるとかは関係なく、痛みとかっていうのは出たりします？自覚症状的には。いや、ないです。ないです。そのペダルを少し漕ぐのに、ちょっとこう足の裏に一枚何かが膜が張ってるみたいな、そんな感覚とかはないですよね。
ちょっと彼の確認してもらっていいですか。でも教えてるとやっぱハムが結構張りやすいんですかね。そうですね、うん、まあ、結構3日空いてますけども、はい、結構張りはあったかなと思います、まあ、筋トレの張りだと思うんですけど、はい、ちょっと引き続きお願いします。はい、はい、ありがとうございます。